皆さんおはようございます。バスガネ待てば待てども、来ないもんだから、子供たちよ、学校に置くとろでございますろ。ちょっとさまにはこういう時もあるもんだ。She look like a teacher. 久しぶりね。Drop off now. Should have just stayed home. Why? You think you're gonna stay home? I don't know, but if she said bus don't pick me up, then I don't go to school. He said? No, I was just saying. We can't go that way, right? Yeah. What if I go? They're going you and me. Yeah, we just have to be there. So we have 10 minutes. Bus is late. I love you guys. I love you. Good luck. 下ろしてきましたよ。たまにいつものバスドライバーじゃない日の別のバスドライバーの時とかにこういうことあるっちゃある。はい。今から草を刈っていきたいと思います。あのね、お家の表側はもうやったので、あとは裏側です。はい、裏庭と言いますか。はい、やっていきます。今年初の草刈り正雄さん、やっていきますよ。この右側にあるのはツリーハウスで、あの前のこの家の家主が子供のためにって言って作ったそうです。今度ツリーハウスの中も紹介しますね。次にこの小さな小屋は脱走チキンさんたちのお家です。はい、してここにあるのは物置小屋ですね。ただいま大量のテントウムシの住処になっております。はい、終わりました。草刈る前より痩せたかな。草刈りは夏は週1でやらないと、あのね、すぐボーボーなっちゃうので、また来週やります。週1の草刈りで痩せれるかな。なんかね、私の子育ての考えと旦那の子育ての考えがもう全く違くて難しいよね。だってお互いこれがもう子供にとってベストと思って言ってることやってることだからさ、お互いよ。あ、難しい。みんなどんなやって子育てしてんの、このパートナーとこの意見が合わないこの子育て方針の時さ。私はもうあのできれば褒めて育てたい子供は、例えばっていうか、もう実際にもう何ヶ月か前に会ったことなんだけど、なんかもう次男坊がなんか輪ゴム、ちっこい輪ゴムで作るブレスレットキットで一時期ハマってて、でそれのこのキットがあって、
これを次男坊は学校に持って行きたいと言ってたわけさ。それもあの外遊びのないあの雨の日、雨の日はもう室内遊びで結構あの自由な感じで遊べるんだって。あのポケモンカード見せ合ったり、こう自分お家から持ってきたやつを友達とこう見せ合ったりして遊んだりするんだって。でその時に次男坊は持って行っていいねって聞きよったわけさ。あの友達のも作りたいし、友達と一緒にブレスレットも作りたいって言ってたわけさ。そうそうそう、それでお父さん持って行って一緒に遊べって言って、でその会話のそばからこんなの学校持っててあのクラスの子がわちゃわちゃしてなんかぐちゃぐちゃにしてお前は泣くはめになるぞみたいな、そういうことをそばから言ってきたわけさ。でなぜそれを旦那が次男坊に言ったかというと、旦那が小さい時になんか学校に持って行ってこうわちゃわちゃってされて壊されたとかさ、取られて帰ってこなかったとか、私物が、そういう経験を旦那はしてるもんだから、なんていうの、俺はあの次男坊がこんな目にあって傷つくのが嫌だ、だから俺はそれ言ったって言ってたわけよ。まあわかるよ。まあね、親はねあのいろいろね経験してる、だからこの辛い経験を子供にさせたくないっていうこの気持ちもわかる、わかるけど、もしかしたらみんなで仲良く作れるかもよ。もしかしたらわちゃわちゃってやるやつも中にはいるかもしれない。でもこれは次男坊がこのブレスレットキットを学校に持って行ってみないとわからんさ。だから私的にはまず持って行かして、なんか何わちゃわちゃされたら、まあね次男坊ももうあ嫌だったなって思うかもわからん。でも思うかもわからんけど、その後からまた次男坊は次男坊なりにこの何嫌だなと思ったこの状況に対して、今度はじゃあ何小分けにして少しだけ持っていくとか解決法を見つけていくと思うわけよ、うん、そうそうそう、これでこのだから嫌だなってもし思ったとして、次男坊がよ嫌な思いをして、でもどんなしたらいいかわからないっていうのであれば、私はあのじゃあこんなしてみるって一緒に考える解決法を、うん、あの実際に会ったわけでもないのにこういうことをこうなるよって言って、なんかもう次男坊ももうシュンってなってたからさ、こんなん違くないって私は思うわけさ。かそんな感じかな、うん、いやもう旦那は旦那でも結構いろいろはねあの喧嘩売られたり、それをその喧嘩を買ってもうやり合いになったり、そんな経験をしてきたんだって。だからそんななんか辛い思いを子供たちにはさせたくないってよく話はするんだけどさ、いろいろさあの子供がそんな成長していく上で本当にもう嬉しいこともあるし、もうあのね傷つくこともあると思う、うん、悲しいこともあるさ、そら経験してほしいわけよ、いろんな意味で。あの子だからもう辛い思いしてもさ、その時にこう乗り越えていけるように強くなってほしいわけよ。私はなんかもう経験しないとさ強くなれないじゃん、うん、ああだこうだ最初から言う前にやってみて、でああちょっとあれだなと思ったらまた違う解決法を探していってほしいわけよ。何回も同じこと言ってるけど、その考えの違いですかね、現実主義でもあるから旦那はそういうこと言うんだけど、私はもうちょっとね気持ち上げ上げで子育てしていきたいからさ、ね、子供たちにも前向きに考えるようになってほしい、うんうん、本当に難しい子育て、こういう考えのパートナーとの子育て、うん、でももうなんとかねあのフォローしながら、まあ、言ってることはまあ違うではあるけども、子供のためを思ってることは間違いないと思うわけよ、うん、難しいねデジア。もうまあね沖縄で育ってこう平和にもなんくるないさやってみれで育った私からしたら、こんな中アメリカでこうガチガチに警戒しながらガード上げながら育った旦那とはもう違うからさ、こうやっぱ違うよね、うん、
難しいね。まあまあまあ、うん、あとそういうことでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。